ルイス・フェルナンデスは、フランスのサッカー選手。スペイン・タリファ出身。ポジションは MF。選手時代のキャリアのピークは1984年に、自国で開催された欧州選手権。フランス代表では、スペイン大会で、銀の中盤と評されたミシェル・プラティニ、アランジレス、ジャン・ティガナを、中盤の底で支えたベルナール・ジャンジニに代わり、新たな銀の中盤を形成。 決勝でスペイン代表を破り、フランス初の国際タイトルを手にした。2年後に行われたワールドカップメキシコ大会では、全評判も高く、準々決勝ではジーコ要するブラジル代表を PK 戦の末に破ったが、前回大会同様、西ドイツ戦で敗退、準決勝で姿を消した。欧州選手権としては1992年の スウェーデン大会にも背番号10で出場しているが、グループリーグ敗退の浮き目にあっている。代表キャップは60。所属クラブでは、パリ・サンジェルマンでの活躍のほか、ラシン・パリやマトラ・ラシンでもプレー、A.S. カンヌで、現役生活に幕を下ろした。A.S. カンヌ所属時代から、選手権監督を務め、指導者の道を歩み始めたフェルナンデスは34歳の若さにして、 パリ SG の監督に就任。1994から95シーズンにクープ・ドゥ、フランスとクープ・ドゥ・ラ・リーグの2冠、翌シーズンにはカップ・ウィナーズ・カップを獲得するなど、パリ SG に初のヨーロッパタイトルをもたらすとともに、監督としての評価を高めた。パリ SG 対談後はリーガ・エスパニョーラへと渡り、1997から98シーズンには、 強豪とは言えないアスレティックビルバオニーに導いている。2000年11月にパリ SG に復帰。当時所属していたロナウジーニョとの確執が伝えられ、チームも思うような結果を出すことができなかった。2003から04シーズン途中にリーガに復帰し、降格の危機にあったエスパニョールを残留に導く。2005年にはカタールのアルラーヤン SC と契約したが5ヶ月で、 解任され、その後イスラエルのベータルエルサレムで指揮を取っていた。マルセイユで不遇を囲っていた中田工事にオファーを出したことが日本にも伝わっている。2006年12月に不調に陥っていたベティスの監督に途中就任し、リーガに再度復帰した。だがチームを浮上させることはできず、6月9日のウサスナ戦で0から5の大敗を喫した後解任された。 2008から09シーズン途中、スタッド・ランス監督に就任し、リーグル・ザン・リを目指すが、三部降格となり、解任。2010フィファワールドカップ、ヨーロッパ予選グループ2で、サッカー・イスラエル代表が予選敗退した後、イスラエルサッカー協会は、ドゥロルカ・シッタン監督の公認として、協会内の勢力争いを受けることのない外国人、監督就任を希望し、 エリオ・ハナオ暫定監督に任命し、慎重に選定を進めていた。2005から06シーズンに、同国のベータル・エルサレムを率いたフェルナンデスの実績を買い、彼のサッカーイスラエル代表監督就任を2010年3月21日に発表した。2010年5月1日から1年半の契約だった。その後、イスラエル代表が、 UEFA ユーロ2012予選グループ F で敗退したため、イスラエルサッカー協会は、フェルナンデス監督との契約を更新せず、2011年12月27日、元ハポエルテルアビブ FC 監督のエディグトマンと2年契約で、イスラエル代表監督に就任させた。フランスのラジオ局、RMC の番組、ルイスアタック。で、 自身がパーソナリティを務めるなどインタビュアーとしても活動しているほか、スペイン語圏の選手に対しては自ら通訳もこなすなど、ピッチ外でも活躍している。ワールドカップ、メキシコ大会の準々決勝では、PK 戦の最後のキッカーとして登場。緊張のあまり、自分には蹴れないとうずくまるフェルナンデスに、少し前に PK を外していたプラティニが、お前ならできると励ましている。 PK スポットに向かうフェルナンデスはうつむいたままだった。PK を決めて真っ先に向かった先はもちろんプラティニ。試合後にロッカーで一番騒いでいたのはフェルナンデスだった。クラブ代表個人、ありがとうございます。